夢叶えるプロジェクトサポーティドバイ au 自分銀行とは、ミュージシャン、作曲家、ダンサー、クリエイターなど夢を叶えたい人と、 YouTuber、サポーターなど夢を応援したい人が集まり、発信し、交流し、応援し合う社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべく応援していくのがこの番組。ターナー先生の夢かなラジオ。こんばんは、ターナーこと田中直人です。全国のコミュニティ FM を結んでお送りするターナー先生の夢かなラジオ。この番組はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーと、夢叶えるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。今日も始まりました。そして本日もこの方と一緒にお送りしていきます。はい、皆さんこんばんは、夢叶える事務局長の小坂昌司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、小坂さん、夢叶えるではまた新しいコンテストが始まりますよね。はい、夢叶えるでですね、夢叶、ミュージックビデオ、コンテストがありまして、ボル4、4回目になります。4回目ですか。はい、ね、ミュージックビデオコンテストボル4、4回目になります。ミュージックビデオコンテストはですね、毎回オリジナル楽曲を自分たちの、歌詞をつけたり、もしくは映像をつけて出すんですけど、300組とか400組を超えるですね、アーティストの方が応募してくださる、おそらく日本で最大級のミュージックビデオコンテストになりますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、これは YouTube で見れるんですよね。みんなで応援するんですよね。はい、みんなで応援してですね、はい、そこで賞を取った人にいろんな賞が与えられると同時に、ビッグビジョンに出てもらったり、テレビに出てもらったり、この FM ラジオに出てもらったりですね、あとはライブに出てもらったり、いろんな場を用意してますんで、ぜひ楽しみにご参加ください。よろしくお願いします。はい、楽しみですね。はい、さてまずはそんな夢かなの情報を夢かなえる事務局長の小坂さんに伝えてもらいましょう。夢かなインフォメーション。夢かなえるが開催するバンドライブガムシャライブ第5回目が12月19日月曜日に渋谷デュオミュージックエクスチェンジにて開催決定です。このガムシャライブはバンドのバンドによるバンドのためのバンドライブで、今年3月から定期的に開催しています。前回は別の人の彼女になったよで有名なYouTube 再生回数2億回超えのですね、ワッチさんをゲストにお呼びして、会場は超満員でした。12月19日はワッチにも負けない豪華ゲストをお呼びしてます。あなたの推しのアーティストにあるかもしれません。答え合わせは夢かなえるの SNS でご覧ください。よろしくお願いします。さあこの後は夢かなえるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間を紹介します。今日はどんなアーティストが登場するんでしょうか。お楽しみに。ターナー先生の夢かなラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢かなラジオ。今週も夢叶える事務局長の小坂昌司さんと一緒にお送りしています。改めてよろしくお願いします。さあ今週も夢叶えるの素敵な仲間、夢叶えるフレンズに登場してもらいましょう。この方です。皆さんこんばんは、フィルフリークのボーカルギターの広瀬陶器です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、陶器さんはフィルフリークというバンドをされてますが、フィルフリークはどんなバンドでしょうか。はい、あなたの日常を少しドラマチックにというコンセプトで活動している、4人組のピアノポップロックバンドでございます。ピアノポップロックバンド、いやめちゃくちゃ音楽もかっこいいですもんね。 ありがとうございます。大ファンです。あ、嬉しい。そしてメンバーの紹介もお願いできますか。はい、僕はボーカルギターで、広瀬陶器と申します。作詞作曲もやっております。そしてですね、ツインボーカルの、相方ですね、僕の相方が女性で、キーボードのゆっこ、そしてですね、ギターが最近加入した小竹匠、そして、ライブのもうパフォーマンスがピカイチのベーシスト塚田裕樹、こちらの4人で活動しております。はい、小坂さん、このフィルフリークについてはどんな印象でしょうか。やっぱりなんかおしゃれで、やっぱり街の感じがすごいするで優しい、なんかあと
印象になんか優しいのに残るって不思議なバンドだと思いますね。嬉しいです。ガムシャライブも常連になっちゃってね、結構出てもらって、ね、本当にね人気があるっていうか、一回聞いたらねもう一回聞きたいっていう風にお客さんが言うからね、すごいなと僕思ってます。ありがとうございます、はい、早速曲を一曲聞きたいんですが、お願いできますでしょうか。はい、僕ら11月の2日に3枚目の、全国リリースミニアルバムをリリースいたしました。そのですねリード楽曲、6度6分という曲を聴いていただきたいです。それでは聴いてください。フィルフリークで6度6分。今まで聴いた歌で一番素敵なのは紛れもなく君がふと歌った、あの日の花歌だ。お届けしましたのはフィルフリークで6度6分です。いやもう本当ベンホールズ5さんを超えるようなこのリズムのかっこよさ、さすがフィルフリークです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今週はフィルフリークの広瀬陶器さんをゲストにお招きしております。フィルフリークはどのように結成されたんですか？昔のギターが僕と幼馴染でして、
そのギターを中心に、バンドを結成したんですけれども、はい、キーボードの僕の相方のボーカルですね、ゆっこは、同じ音大出身ということで、うんうん、そこでもう意気投合してフィルフリックというバンドを盛り上げようっていう感じで友達同士で、結成したバンドになってます。いや、またこの音大っていうのがね、音のこの正確さというかね、本当にこう奥行きとかめっちゃ感じます。素晴らしいですね。ありがとうございます。いつもどんな活動されてるんですか？そうですね、日頃は、ライブ本数を結構僕ら、月10本近くやらせてもらっております。それとですね、今 SNS でちょうどですね、メンバー一人一人 MV を作って、そのどの MV が一番いいかっていうのをお客さんに投票してもらって、その MV をYouTube に出すとか、お客さん巻き込んだ SNS 活動とかも最近はかなり力を入れてやっております。いやー、めちゃくちゃ面白い活動ですね。何本も作ってるってことですか？そうですね、一人一本ずつ、バンドから予算を今回はいくらで作れって言ってもらって、それをツイッターに、4つ動画が上げられるようになったんで、これをうまく使って、お客さんと一緒に MV を作り上げたいなっていうところから、この SNS 活動が始まりましたね。いやー、面白い。フィルフリークさんは夢叶えるプロジェクトについてはどのように知ったんですか？そうですね、ずっと僕の大好きな憧れの先輩が、ここに登録していて、そこで、夢叶えるってどういう場所なんですかっていうお話を聞かせてもらって、一回、ガムシャライブに出させてもらってからもすごく仲良くというか、すごくご引きに、いろんな景色を見させてもらってます。そうですね、結構ね、はい、いろいろ参加してもらってるから、ね、はい、ゴミ拾いもね。そうですね、原宿のね、渋谷で、ね、フェスの応援のね、はい、ゴミ拾い学生と一緒にやってくれて、ね、そうですねもういろんな音楽だけじゃない活動もさせてもらってるので、そうそう、地域貢献も一緒にやってもらってるので、ありがとうございます、はい、いや、こちらこそです。はい、夢叶えるプロジェクトに登録してみて何か変化ありましたか？そうですね、目に見えるように、僕の夢が一つ一つ叶っていくっていうところですね。最初出た時に、まず事務局長だったりスタッフさんだったりっていう、夢叶えるの方たちに気に入ってもらって、そこからフィルフリックいいぞっていうのをまず、やらせてもらってから、この間なんともう憧れの僕の大好きなワッチさんと共演させてもらうっていう、対バンがね、実現しましたからね、びっくりしましたねそういう、僕の夢を叶えさせてくれる場所なので、とてもこれからも一緒に、夢を見させていただきたいなと思っております。終わった後ワッチの、ね、メンバーと話したら対バン最高ってすげえ喜んだ。本当ですか？ものすごい嬉しかった、楽しかったってめっちゃ喜んでくれたよ。僕らもまた一緒にやれるように頑張ります。ぜひぜひお願いします、はい、いや本当ね、ワッチさんと対バンできるなんてね、夢のまた夢ですよね。そうですね、素敵な夢叶えるの企画だったんですが、小坂さんはフィルフリークについて何か聞いてみたいことはありますか？そうですね、僕も本当付き合ってもう半年ぐらいなんですけど、やっぱりね、どんどん成長してるっていうか、どんどんなんかこれ登っていってるなって感じよね。ありがとうございます。ちょっと感覚として受けることができるんだけど、次の目指すところって何ですかね？次の目指すところは、来年ですね、うん、僕らがすごくバンドの友達が増えたり先輩が増えたりっていうのがあったので、うん、そこに協力してもらいながら、うん、すごく僕らの地元である下北沢で大きなこと、大きなイベント、誰もやってないようなイベントっていうのをちょっと開催したいなと。すごいね、どんなんだろうね、ワクワクですね今いろいろなアイデア出して、何が面白いかっていうのをメンバーで話してる最中ですね。なるほど、楽しみですね、はい、それ、うん、はい、フィルフリークさん、すごい素敵な曲が多いんですけど、オリジナル何曲くらいあるんですか？現状で20曲から30曲ぐらいですかね。2、30曲。はい、その曲作りがどんな風にメンバーでやってるのか教えてもらってもいいですか？はい、まず僕が作詞作曲をやっているので、はい、曲によるんですけれども、まず弾き語りで投げる曲、うん、メンバーに投げて、楽器それぞれつけてっていう曲があったり、うん、僕が全部こういう風にいきたいって言ったのをメンバーが、うん、綺麗にしてくれたりっていう2種類の制作方法をとっていますね、うん、なるほど。各なんかメンバーのなんかいいところっていうか、
こいつはこういうとこがすごいんだよみたいな、こう強みみたいな一人ずつ教えてもらってもいいですか？そうですね、キーボードのゆっこはもうとにかく小さい頃からピアノやっていて、もう絶対音感とかも持ってるので、うんうん、音楽知識がすごく、長けているので、なんていうんですかね、いい意味で僕が理論を外れられるというか、理論持ってるからこそ、その外で気持ちいい音楽ができるのかなっていうのは思います。でギターの子だけはですね、すごく真面目なので、何フレーズも作ってくるので、選択肢、バンドに選択肢を与えてくれますね。でベースの塚田はもう、僕は彼を天才だと思っているので、もう出てくるフレーズが面白いんですよ。ベースフレーズだったり、彼ギターも弾けるので、ギターソロのフレーズだったりっていうのは、うわこれフィルフリックっぽいなっていうのを作ってくれてるのがベースの塚田ですね、うん。なんかそれぞれ夢叶えるに対して何かお話ししたこととかありますか、メンバーの皆さんは？そうですね、夢叶えるのライブってなんか緊張するんですよ。で、やっぱり僕らフィルフリークはすごい夢叶えるを背負いたいと思っていて、夢を与えていただいているので、恩返ししたい、今度は僕らが夢叶えるに夢を与えたいとか、そういう大きな目標があるので、すごくみんなでいつも通りやろうねって夢かなの前は楽屋で話してますね。ありがたいね、はい、いやメンバー内でも緊張するライブになるんですね。そうですね。じゃあなんか夢かなえるのなんかこう兄貴分立場というか、はい、こう背負っている立場みたいな感じですかね、イメージは。兄貴分と言われるとちょっとおこがましいんですまあでもリーダーだよね。そうですよ、僕らが引っ張っていきたい、バンド部門は引っ張っていきたいなと思っているぐらい気合は入れてます。なるほど。じゃあ今後のその夢かなのバンド部門ってどういう風になっていったら面白いかなとか、ちょっと陶器さんの意見も聞かせてもらっていいですか？そうですね、もっとたくさんのエールポイントですかね、が、全体で集まるように僕らがしていかないとなっていうのがあるので、夢叶えるというイベント、夢叶えるのイベントのシステムっていうのをもっと僕らバンドからもお客さんや、音楽ファンにもっと伝えていきたいなと思っておりますね。はい、多分視聴者の皆さんがエールポイントって何かなって、初めて聞いた方とかもいると思うんで、はい、改めてその夢かなのシステムをご紹介いただいていいですか？はい、エールポイントはですね、ナゲールっていう商標を取ってるんですけど、なんか拍手だと消えちゃうよねと、それとよくネットの中で今いいねつけてね、問題になったりもしてるんですけど、はい、いいねってちょっと分かりにくくなってきたんで、実際に感動したりした時に、うん、拍手の代わりで残るものがアーティストにあげられたんだと思って始めたのがナゲールって仕組みで、歌ってもらった後もしくは歌ってる途中に、こうスマホをタップすると、それがもう、アーティストに届くというですね、そういう画期的というか、普通の投げ銭みたいな仕組みなんですけど、気持ちを伝える流通する仕組みですね。これがあれですよね、本当一つのライブとか一つのアーティストで10万回タップとか集まってますよね。本当にね、多い時10万回とかね、少なくても本当に何万回っていうタップをみんながしてくれるっていうことはすごいですよね。そうですね、お客さんとか音楽ファン の, 愛がバンドに直接伝わってくる、とってもいいシステムだなと思っております。アーティストも喜ぶし、お客さんもアーティストが一生懸命やってくれるのにやっぱ返してあげるっていうんで、気持ちがつながる ね,、うん、そ, うですね、そういうものと、あとデジタルだから後でね、実際は誰が送ってくれたかも全部分かってるんで、そういうことは後でファンとしてつなげたいなと思ってるんですね。なるほど。エールポイントをなんかね、本当企業がね、アーティストにもっとこうなんか、そのただの賞賛じゃなくて、それがなんか楽器に変わったりね、なんか宿泊券になったり、わーとっても嬉しいです。そういうふうにしたいなと思って今ちょっといろんなことをお願いしたりしてるんだけど、やっぱ企業とか地域とか個人とかね、特に企業が応援しないと、はい、やっぱアートってやっぱりなかなかね育っていかないんだよね。でサブスクになったら個人が投げてるもんってビビたるもんで、全部ねやっぱりガーファーとかに吸い込まれて、はい、ちょろっとこうアーティストに落ちるんで、それじゃもう回っていかないんで、はい、直接ね Web3.0 みたいに、はい、みんなの気持ちがそのアーティストに届いたり、企業の応援がアーティストに届いたりね、はい、でアーティストも企業に応援をこう返してあげるみたいなね、はい、そういうことをちょっと夢から目指したいなと思ってるんで、ぜひ頑張ってくださいね。頑張ります。応援しますんで、ありがとうございます。いや広瀬陶器さん、はい、じゃあこのエールポイントをもっと大きく世界中に広げていきたいと
そうですね、これはお客さんとバンドのすごい絆だなって思うので、うん、もっと広がっていくべきだと僕は思っております。絆、うん、いい言葉です ね。ここでもう一曲ね、ヒルフリークさんの絆にまつわる曲ですかねお送りしたいと思うんですが、どの曲がいいでしょうか。ごめんなさい、僕がチョイスした曲がですね、はい、夏の失恋ソングでございますさすが絆がありそうですね、はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、フィルフリークで青に浮かぶ。君に思う言葉がこぼれ落ちないように、目をつむって口先をそっと塞いだ。両手に余るほどの思いが離れないように、ポケットの中手をつないだ。夜を彩る線香花火、誰も知らない二人の秘密。恋に焦がれた盲目な嘘じゃ優しくはなれないでしょう。星と憂いてる空、輝きが咲いていた。冷たくなる風の残りがここまででセーブした。伝えたいことも言えずに変われないこと嘆いた。こんな夜でも幸せを願ってんだ。夜に見とれた淡い横顔に心伝われ、二人だけの世界へ。夜を彩る儚い恋はここだけの話にしよう。お届けしましたのはフィルフリークで青に浮かぶです。いや、このドラマティックなこの2つの声が混ざり合うこの気持ちよさ、最高ですね。フィルフリークさん、ありがとうございます。そうしましたら、フィルフリークさん、今後の夢についてじっくりと語っていただけますか。はい、今後の夢はですね、僕らもっとライブをたくさんの人と一緒に共有したいと思っております。それの手段としてですね、その手段にやりたくないことをやるのではなくて、やりたいことをやっていこうというふうに思っておりまして、僕が小説書いたりとかドラマ作ったりっていうのがすごく好きで、バンドでもやらせてもらってるんですけれども、そのもっと音楽が伝わりやすいように、音楽を普段聴かない人にも届けられるように、フィルフリークとして映像だったり、小説だったりっていうところを、もっと
たくさんの人に見てもらいつつ、最終的には、いろんな人とライブを大きな会場でできたらとっても幸せだなと思っております。小坂さん、フィルフリークにエールお願いします。はい、僕なんかもすごくね、大好きなバンドなんで、本当に頑張ってもらいたいなっていうのと、あともう一つは、頑張るだけじゃなくてちゃんとなんか収益上げて、はい、バンド活動どんどん広げられるようにできたらね、もっといいんで、はい、そういうなんかちょっと作戦をね、はい、考えながらやっていかないと、はい、楽曲ゼロ円の時代でね、サブスク出してもね、さっきもちょっと下で話したけど、はい、お金にならないとかね、はい、そういう時代になっちゃってるから、やっぱり違う形の収益集めたり、みんなの応援を集めたりする仕方をちょっと研究して、はい、一緒にちょっとねチャレンジしてやってもらいたいと思いますんで、はい、ぜひお願いします。頑張ります。ありがとうございます。それと世界にねやっぱり行かないと、はい、やっぱりシティポップなんかもね世界ですごい当たってるわけじゃないですか。そうですね。だから日本のこう楽曲って、この間ちょっと僕あるネットで見てびっくりしたんだけど、韓国はどんどん音楽の輸出が増えてる、日本って音楽の輸出全然増えてない、減ってるんですよね。減ってるんですか。うん、で音楽単独ではほとんど外に出てない。もう 1% とか 2% ぐらいしか、アニメの中の音楽とか、あ、なるほど、音楽だけでは出ていってないんですよね、シティポップ以外。だから若い人の音楽が出ていく形をちょっとね、はい、探りたいと思いますので、ぜひちょっと一緒にチャレンジしましょう、はい、よろしくお願いします。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後に、お知らせしておきたいことはありますか。はい、ライブの告知をさせていただきます。11月2日にリリースしましたストーリーストアというミニアルバムのリリースツアーファイナルがですね、12月の2日渋谷スポティファイオーウエストにて開催されますので、皆様ぜひ来ていただきたいです。よろしくお願いします。いやー、また素晴らしい会場ですね。僕一番好きなライブハウスですね。僕も天井高いライブハウスはすごく好きで、本当に楽しみで、皆さんぜひオーウエスト行きましょう。今後もフィルフリークの活躍を期待しています。ということで、今週の夢叶えるフレンズはフィルフリーク広瀬陶器さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、応援してます。ハーナー先生の夢叶えラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢かなラジオ、ラストは夢かな SD ガールズのセブンティーンドリームスを聞きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ツイッターターナー先生でフォローお願いします。さらに12月4日日曜日に夢かなえるサポーティドバイ au 自分銀行にサポートしていただいているボイトレミュージカル2022が行われます。会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジとなっております。オンラインでも配信しますので、ぜひご覧ください。そして小坂さん、夢かなインフォメーションをリスナーの皆さんにもう一度お知らせしておきましょう。はい、夢かなエールが開催するバンドライブがむしゃライブボル5がですね、12月19日月曜日に渋谷デュオミュージックエクスチェンジにて開催決定です。このがむしゃライブはバンドのバンドによるバンドのためのバンドライブで、今年3月から定期的に開催しています。前回は別の人の彼女になったようで有名なYouTube 再生2億回のワッチさんをゲストにお呼びして、会場は超満員でした。12月19日はマッチにも負けない素敵な豪華ゲストを呼んでいます。皆さんの推しアーティストに会えるかもしれません。答え合わせはぜひ夢かなエールのホームページにアクセスして会場に足を運んでください。よろしくお願いします。さあ、夢かなえるプロジェクトサポーティドバイ au 自分銀行では、夢を叶えたい人と夢を応援したい人が集まり、発信し応援し合うプロジェクトです。あなたもぜひ参加してください。この時間のお相手はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団ターナーと、夢叶える事務局長小坂昌司でした。また来週、さようなら。